2023年度の防衛予算の概算要求に際して、2020年の6月に導入中止が決定された陸上配備型のイージス・アショアのことはみんなも知ってるよね。それに代わり、そのレーダー部などをそのまま流用する、大型のイージスシステム搭載艦の建造が打ち出されたことは記憶に新しいもんね。これは特に2022年秋に北朝鮮が各種の弾道弾や巡航ミサイルの乱発を続ける事態が発生したことで、日本のミサイル防衛の今後の中核をなすものと期待をされたけど、そのあまりに大きすぎる規模感にはこれを疑問視する声も多かったよね。そうだね。さて今回は、イージスシステム搭載艦の小型化とトマホーク巡航ミサイルの搭載移行について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月に入ると、排水量で2万トン級、全長で210メートル、全幅で40メートルとも当初伝えられた、イージスシステム搭載艦は、現行のマヤ型護衛艦程度の、現実的なサイズにまで回帰するとの報道が行われたんだって。要はアメリカ海軍の標準艦艇であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとしたサイズに戻るということを意味しているわけだけど、この通りに建造が進めば、大きさ的には現行のイージス護衛艦が普通に2隻増加するというわけだね。イージスシステム搭載艦が当初そこまでの大きさを必要とするとされた理由は、中止されたイージスアショア用のレーダー等の大きさが、陸上配備型であるがゆえに巨大であると言われてきたけど、あっさり撤回に転じたと言えるみたい。それでも弾道弾迎撃用の SM3 等のミサイルに加えて、航空機や巡航ミミサイルの迎撃にも対応可能な SM6 や、国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備までのギャップを埋めるものとして、トマホーク巡航ミサイルの装備は続ける方針のようだね。ただしアメリカ海軍の主力対地攻撃能力を担う兵装であるがゆえか、日本ではトマホーク巡航ミサイルに厳しい目を向ける一定数の反対勢力が根強く存在しており、イージスシステム搭載艦より激しく批判の対象にされている艦も否めないらしいね。トマホーク巡航ミサイルは現在はアメリカの軍需産業大手のレイセオンテクノロジーズ社が製造を行っているが、1発あたり1億円以上とも言われる高額さも手伝って、アメリカに日本の貴重な血税が浪費されるというような文脈での批判も目につくんだって。そこからはアメリカの軍需産業に異様に踊らされる日本という古典的な図式と、そうした軍需企業が自社や自国の利益を追求するために、日本にとって不要な兵器を高額で売りつけているとする歪んだ被害者意識が蔓延しているみたいだよ。ちょうど日本が航空自衛隊の主力戦闘機として、以前であれば F-15 イーグル、最近であれば F-35 ライトニング2を調達していることにも同じような批判が繰り返されてきたが、こうした行為を爆買いなどと揶揄して政権批判に結びつけているみたいだよ。しかし少し考えてみれば、今現在第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2を日本が調達しなければ、すでに数の上では対抗することが不可能と化してしまっている中国に対して、圧倒的に不利な戦力しか持ち合わせないことになってしまうよね。むしろ今の時代だからこそ数そのものは少なくとも、最新鋭の兵器を日本が保有することによって、中国との軍事的なバランスが保たれるのであり、数だけでなく質まで同様以下となれば、日本の防衛力は著しく損なわれていくことは明らかだよね。そもそもトマホーク巡航ミサイルに限ってこれまでの経緯を振り返ってみれば、今でこそアメリカ政府は日本の調達意向に概ね賛同の意を示しているとされているけど、最初に日本側がそうした意向を持った際には後ろ向きだったとなっているよ。日本がトマホーク巡航ミサイルを調達することを希求したのは、2004年の防衛計画の大綱が始まりであったとされ、この時点では海上自衛隊の艦艇に同ミサイルを実装し、主として北朝鮮等が保有する弾道弾への抑止力として推奨されたんだよ。これは日本に向けて中長距離の弾道弾を保有する国に対して、その発射の傾向が確認された場合には反撃を行う能力を備えておくべきであるとの考え方から出された案であり、その兵装としてトマホーク巡航ミサイルが訴状に挙げられたものみたいだね。
その9年後となる新たな防衛大綱の下で2013年に当時の日本政府は実際にアメリカ政府に対して、トマホーク巡航ミサイルの調達の意向を打診したとされているけど、この時点でもアメリカ側からの色良い返答が行われることはなかったようだね。なんでアメリカから色良い返答が行われることがなかったのかな？これはトマホーク巡航ミサイルの射程距離を勘案した場合、それを与えてしまえば日本の本土からでも、中国や韓国を攻撃圏内に収めてしまうことを懸念したためとも言われており、それらの国からの反発をアメリカが良しとしなかったことが伺えるね。ここまでの経緯を見渡してみても、前述したようなアメリカは日本に対して兵器輸出で利益を上げようと、常に画策しているというような指摘には当てはまっておらず、むしろ日本が欲する兵器でっても政治的に許諾してこなかった感が強いよね。でも2013年以降も経済の発展を後ろ盾としてますます中国軍の軍備の増強は続き、今日では局地的にはアメリカ軍でさえもしのぎきれるほどに到達してしまったとさえ囁かれており、アメリカも方針を転換する時期と考えるに至ったのだろうね。加えてアメリカの前トランプ政権下では一時的に関係が改善されたかに見えた北朝鮮だったが、ロシアからの支援を受けて新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発を加速させており、今の乱射に続く状態へとこちらも軍備の拡張を止める気配もないみたいだね。そしてロシアは今もウクライナ侵攻を止める動きは見せておらず、中国、北朝鮮、ロシアという仮想敵国に日本海を隔てて対峙する日本の防衛力は、ミサイル防衛に代表されるような迎撃兵器の配備も残念ながら限界を迎えつつあるという状態なんだって。敵のミサイルを迎撃する可能性と手段が狭まっている以上、それを行わせないためには日本も反撃できる能力を保有していることを示すより他に手はなく、懲罰的抑止力としての長距離での攻撃が可能な兵装を持つしか手段はないだろうね。その意味ではトマホーク巡航ミサイルほどに実際に中東方面での実戦に使用されて効果を示した兵装は貴重で、防衛力の国産化という観点からはいささかそれるものの、対地攻撃用の有効な兵器としてこれ以上確実なものを探すことは困難と言えるみたいだね。ちなみに日本共産党はその機関紙である新聞赤旗市場において、北朝鮮や中国の脅威は認めつつも、日本がトマホーク巡航ミサイル等の敵地攻撃能力を持つことは、さらなる対立と軍拡競争を招くとして厳しくこれを糾弾しているらしいよ。しかしロシア・ウクライナ戦争の現状を見れば明らかなように、通常戦力による戦闘で劣勢に立たされたロシアは、ウクライナが巡航ミサイルを保有していないことを逆手にとって、電力等のインフラ攻撃にシフトしてきているようだね。これはウクライナがそのような兵器を保有していないことを前提とした一方的な攻撃であり、もし仮にウクライナが同様の反撃を行える兵器を保有していたとするならば、そのような攻撃は躊躇していた可能性が高いと思われるよね。こうしたロシア・ウクライナ戦争の現実を目の当たりにして、対地攻撃能力を持つトマホーク巡航ミサイルのような兵器の日本の保有を罵ったとしても、大多数の日本人が日本共産党の唱えるような理屈に賛同することはないだろうね。アメリカが全面的に何においても正しい行動をとっていないことを割り引いて考えたとしても、少なくとも中国や北朝鮮やロシアよりはマシであり、トマホーク巡航ミサイルのような、実績のある兵器の調達を行うことは日本にとってマイナスにはならないと思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。